どうも皆さん、アベイユです。ジェダイフォールンオーダー、続きやっていきます。前回はプラウフの仇、ジェダイ狩りのセカンドシスターから、命からがら逃げ出したところで、終わりました。今回はその続きから。すごいなぁ、船内、ちゃんと作り込まれてる。なんだこれ？映画では、こんなに船内見せてはくれないので、何か新鮮。その曲は私が書いたわ。ずっと前に物に触れてその記憶を見ることができるのね。その歴史がわかる。物からフォースのエコーを感じるんだ。ああ、ジェダイでも珍しいスキルね。どうして知ってる？ジェダイだったからよ。今は違うけど。会ったことは？いいえ。でもあなたのマスタージャロタパル、共和国の真の守護者だった。彼は英雄だった。聞いてくれ。粛清の時にある体験をした。生き延びはしたけど、フォースとの絆に傷を受けた。瞑想して心の壁を下ろすと制御を失う。まるであの時に戻ったかのように。あなたは生き延びた。わかる。一人ではない。これからはもうすぐ目的地だ。あるジェダイが粛清の前に見つけたわ。ここはどのマップにも載っていない。帝国はこの惑星の存在を？いいえ。そうか。ここで何を？その隠れるとか。隠れるのはもう終わりよ。そこの建物がわかる？あの中にジェダイオーダーの再建に必要な鍵が眠っているはずよ。だけど強いフォースの持ち主しか受け入れてくれないわ。あんたはもうジェダイじゃないから俺なのか。私を信じてはいないんでしょ。私もあなたを信じていいかわからない。だけど共通の敵がいる。目的も同じよ。宝物庫にたどり着けたら詳しく話すわ。けどその前に、そこであなたを待っている者がいる。フォースと共にあらんことを。 M4U。よし、らしくなってきた。もう一人ジェダイが。もう一人いるならなぜ俺が必要なんだ。それな。なんか下に続いてる。いや、そこの小さいの。かわゆい。なんかEVみたい。なんこれ？切れるわけじゃない。まだ何もできなさそう。ルートはこっちじゃないんだね。ハイファースペースに
出たり入ったりするシーンのこだわり、いいね。とても映画っぽい。ここなら瞑想できそうだ。心さえ乱れなければ。瞑想？セーブポイントか。なるほど。スキルぶりができるのか。スカイリムみたいだね。わーお。いや、BD1。俺はカル。ああ、大丈夫だよ、俺は。人を探してる。お前じゃない。探してるのはジェダイだ、多分。また、ジェダイを知ってるのか、教えてくれ。おい、ちょっと。ハッキングしたのか、さすが。BD1 だって、相棒ドロイドになるのかな？ R2 とか、BB8 みたいな。あれが宝物庫か。あの中に俺が探してる相手がいる。どうやっていくねん。ホロマップ。なるほどね。これがこのゲームのマップになるわけだ。いいねえ。ちゃんと世界観。大事にしてるねえ。こうやって動かすと。オッケよし、行くか。ここは何か感じる。ずいぶん大きな虫だ。変な虫いる。なかったな。一定なんだあいつ、しょうもない。びっくりした、マジで。ボグリングの卵を狙ってやられたんだ。ああ、はん。このモヤモヤ取ったら経験値手に入るのね。登れない。こっちじゃないのか。ここはいけないな。だから警告したのか。次はちゃんと聞くようにするよ。この植物、当たり判定あるのか。どう思う？なんとかここ越えなきゃならない。ケーブルを。ジップライン設置したよ。知ってたのか。セーブしといて。開かないな。気をつけろよ。それは危なそうだ。スクラップヤードに戻ったみたいだ。
もう一匹。はいパリー、はいかっこいい。クリア。スローできそうね。おい、勇敢だったな。大丈夫か。また直してやる。試していい。なるほど。よし、スコンプリンクはダメだけど、まあこれで一応は動けるはずだ。よし、これでいい。宝物庫、俺もそこに向かってた。さてと、よし、まずはここから抜け出さないとな。ライトセーバーをカスタマイズ？おい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 、リリー？おお、なんか右側壊れてる？色も変えられる。なるほどね、おしゃれで切り分けた。俺はちょっと通れないな。心配ない、別の道を探すよ。この部屋は倉庫だったんだ。食料などを置いてた。ギリギリだけど、いけるか。あれ開いてる。ああ、この使い方もしてたね。どこかに通じてそうなツタだ。切れないかな。こっちがルートか。他に何かない？なさそうだね。登っていきますか。まあ、こっちだよねー。なんかバチバチしてますけど、大丈夫よね。大丈夫だ。医療スティムか。本当に器用だな。よし、いいぞ。おかげで助かった。よし、もう一度行こう。分かった。ほら、ここに乗れ。 BD1 かわいすぎか。猫ちゃん、猫。お前はどこから来た？っていうか、スティム、回復薬ね。了解。ドロイドが物を忘れるのか。そうかもな。書とかね。お、箱がある。中身を借りたら怒られるかな。どこに行くんだ？何か見つけたのか、BD？ エミッター？ライトセーバーのスキンかな？目指している先だ。感じる。スキンが多くて、スキンが。